皆さん、いつもお世話になってます。タチバナナです。今回なんですけども、こちらの丸ごとバナナを限界食いしていきたいと思います。ということで、早速大食いへ、てれててててれー。はっは、みかん、ゆずちち、レッツゴー。まずはこちら、普通の丸ごとバナナ。クリームがたっぷり入ってますね。それでは早速いただきます。あらー、クリームがぎっしり詰まってて美味しいんです。この端っこが一番美味しいですよね。続きましてこちら、丸ごとチョコバナナ。チョコバージョンも売ってるんですね。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あらー、チョコクリームとバナナの相性がたまらないんです。チョコクリームの方がビターな感じで甘さ控えめですね。こんだけいっぱいあるといろんなシチュエーションで食べたくなりますね。例えば、おやおや、丸ごとバナナのいい匂いにつられて猫さん来ちゃいましたね。それでは早速いただきます。猫さんの感想は通訳してお送りいたします。猫ちゃんもたまにはキャットフードじゃなくて甘いものが食べたくなりますよね。これで3個目なんですけど、もう飽きてきましたね。端と端のクリームが多い部分が一番美味しいんだよね。これを考えた人は天才だと思ってるよ。とりあえず3個目完食です。ごちそうさまでした。ただいま。夜勤だるすぎ。わろた夜勤終わりの看護師さんも丸ごとバナナを食べれば体力が回復しますよね。甘すぎるよって思う方はスープと一緒に食べてみてください。これで4個目なんですけど、しょっぱいものがないときつくなってきましたね。4個目完食です。あれれ、おかしいぞ。なんでこんなところに丸ごとバナナがいっぱいあるんだ。名探偵バナン君来ちゃいましたね。この事件の犯人が分かりました。犯人は画面の前のあなただ。推理で疲れた時には甘いものですよね。これで合計5個目の丸ごとバナナになります。丸ごとバナナのカロリーが1個440キロカロリーなので、だいたい2000キロカロリーぐらいですね。さすがにきつくなってきましたね。最初は全部食べられると思っても、いざ食べてみたら全然食べられない現象はバナン君にも解決できないようです。5個目完食です。バロ、おやおや、決起会が始まりそうですね。こん中に丸ごとバナナ食べるのひよってるやついる。丸ごとバナナのカロリーが予想以上でビビってるやついる。私ですね。いねえよな。完食するぞ。喧嘩に行く前にはぜひ丸ごとチョコバナナを食べて糖分を摂取してください。腹持ちもいいですね。大食いも自分との戦いみたいなもんですからね。これで6個目なんですけど、いやーきついですね。
どこを見てるんでしょうか。6個目完食です。残りは家族でシェアするぞ。丸ごとバナナです。美味しそう。うまい。美味しい。丸ごとバナナ美味しいからさ、うん、妹欲しいんだけど。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は丸ごとバナナの大食いに挑戦してみたんですけど、6個が限界でしたね。一見いけそうに見えたんですけど、クリームとバナナが重くて途中で味に飽きてきちゃいますよね。コスパはいいんで皆さんもぜひ挑戦してみてください。